んでしょこれ久しぶりすぎちゃって久しぶりですね、はい、今日はい、何話すかね、全然話してないですけど、ね、全然わかんないですね、全然わからないということで、何でしょう、はい、今日は、はい、今日は、これ撮影してるのは12月11日、はい、金曜日ですね、はい、ただいま時刻は9時20分になっています。やだ、はい、はい、今日、はい、なんと、はい、わが、はい、いつも、はい、拠点長、はい、小野京太さん、はい、誕生日でーす。ハッピーバースデー。ありがとうございます。ありがとうございます。そうか。そうか。おめでとうございます。そうか。小野さん、はい。おいくつになられたんですか。35です。35歳。なんだこれ。35です。35歳おめでとうございます。うん、はい。35年間、はい、どうでしたか。なんか雑雑雑です。雑これなんだ。どうですか、誕生日もしかして忘れてました。いや、そんなことないですよ。覚えてましたよ、ちゃんと。お母さんが産んでくれた、うん、大切な日です、はい、ともに、お母さんに感謝すべき日です。なるほど、はい、なるほど。ということで、はい、お母さんへ感謝の言葉。そうでしょ。そんな、そんな、なんか、はい、お母さんに感謝の言葉を伝えた方がいいじゃないですか。雑だ。雑だ。どうですか、感謝の言葉ですか。感謝の言葉。いやーね、本当産んでくれてありがとうございます。ありがとうございます。もうね、あの小野さんのお母さんが産んでくれなかったら小野さんと出会うこともなかったですしね。そうですね、それは当然だ。当然だ。当然だ。ということでですね、はいはいはい、ここからが 本題です。はいはい、本題、はい、まあ、35歳を迎えて、はいはい、ですね、まあ、小野さん、うん、個人の抱負なんてものを聞かせていただけたら嬉しいなと思います。個人の抱負、はい、小野さん抱負どうですか。抱負、この1年、はい、いや1年何に取り組みますか、この1年、うん、ちょっと、ちなみにじゃあ、はい、34歳の1年間、はい、どうでした。バタバタでしたね。それはどうバタバタだったんですか。いや、なんかいろいろバタバタしてて、はい、いやミスもめちゃめちゃ多かったし、はい、うん、だいぶいろんな人にご迷惑かけた年だと思います。なるほど、はい、じゃあそういったことも踏まえて、はいはいはい、35歳はどういう年にしたいですか。35歳かね、なんか、ちなみに、はい、35歳、はい、我が、はい、ベストサポート代表の竹島さんが、はいはい、独立した年齢ですね。そうか、はい、35歳なんで。35歳で独立されてますね。そっか、はい、まあ、その年齢、同じ年齢にね達したということで、プレッシャーだ。まあ、あのそれなりのね抱負をお持ちだと思いますので。恐ろしいな。そうね、はい、その振りからいくね。3、いやでもとりあえず、はい、なんかちょっと抜けがやっぱ多いんで、はい、抜けをなくしてもう少し自分からちょっと行動できるようにしていきたいなと思います。はい、自分発信で、自分発信で、うん、発信かな、うん、発信で行動できたらいいな。いやもう本当に日頃からね、小野さんにはいろいろ僕たち自身もね、あの迷惑かけちゃってるところもあるし、力をね借りてしまってる部分があるので、僕からはね何とも言えませんが、あの、まあ、今後はね、はい、自分発信で動いていくと、はい、まあ、ちょっと僕もね、はい、微力ながらお力になれればと思ってますので、はいはい、まあね、この今後ともよろしく、はい。